福島から始めよう。福島から未来に向けた若者たちの挑戦が始まります。シーソーブホープ福島の若者たち。福島県南会津郡只見町、ここにふるさとの食文化を全国に広めようと活動する若者がいます。味付けマトンケバブカフェ代表、目黒道人さん。東京でウェブ制作の仕事をしていた目黒さんは、家業を継ぐため只見町に戻り、地元の仲間たちと共に町おこしの活動に参加。その一環としてご当地グルメの開発に挑戦しました。60年ほど前に田子倉ダムという大きなダムなんですけれども、そのダム建設があった時に、労働者の方が大勢この町に来られまして、でまあ、彼らのスタミナ源として、食べていただこうとマットンを販売しました、まあ、それ以来町内にも定着して、焼肉といえばマットン、まあ、ソウルフードという。現在は家業の傍ら地元の祭りをはじめ県の内外のイベントに参加し、只見町の PR 活動に取り組んでいます。町の皆さんが只見有名になったと、いっぱい応援して買ってくださいますし、それは非常に僕らにとっても励みになってます。そして2012年12月、 JR 只見駅前に味付けマトンケバブカフェをオープンしました。マトンのそんなに臭みがなくて食べやすくて美味しいです。只見町のおすすめポイントを紹介する授業で、ほとんどの人がここを紹介して、独自の食文化を通して福島から新しい未来を切り開く目黒さん。目指す先にあるものは、居心地が良い、そういった場所を作るっていうのは必要ではないかと。気軽にこう立ち寄れて、まあ、時間が過ごせるような、都会の人にもぜひ知っていただいて、何度も遊びに来ていただけるような場所作りをこれからしていきたいなと思ってます。希望の種が大きな花を咲かせるその日まで、只見町に来てけやれー。